本当。私の理論は完璧です。まさに神をも恐れぬ所業だ。後悔なさってるんじゃないでしょうね。後悔など時間の無駄だ。もっとも神などというものも今や道端の野良犬に食わせる程度の価値しかないのだがな。全くもって神も時も無常だ。神学には関心ありません。私に興味があるものと言ったら奇遇だな。こちらも君の興味には関心がない。きちんとした成果を上げてくれることを望むばかりだ。そうですね。被験体があるうちに私も結果を出さなくてはいけないので。ブー！あー！びっくりしたか？え？あ、あれ？ここは？あ、チョウ君？姉貴も、おはようさん。あ、ひな子さん。太陽が空のてっぺんくらいまで昇ったぜ。いくらなんでも、そろそろ起きてもいいんじゃないかと思ってね。そうか。ここは。さっさと起きて飯食えよ。ジョー君、大丈夫？え？何が？なんだか顔色悪いよ。悪い夢でも見たの？え？それは。うん。やっぱり。どんな夢かははっきりとは覚えてないんだ。ただ何か後味の悪い夢だった。そうなんだ。本当に何の夢を見てたんだろう。ジョー君、ジョー君。大丈夫だよ。シーナがここにいるから、ね。それに、ジョー君もここにいる。夢の中じゃないよ。今、シーナの目の前にいるのが本当のジョー君だよ。シーナ。よしよし、なでなで。
ジョー君はここにいるよ。シーナも一緒だよ。ありがとう。もう大丈夫。うん、よかった。じゃあ起きようか。うん。ほらよ、これで拭きな。あ、ありがとう。いいっていいって。そういう硬いのはなしで頼むよ姉貴。うん。ジョー君、これありがとう。ジョー君、どうしたの？僕の顔に何かついてる？起きた時よりはだいぶマシになったね。え？僕が？うん。そうだね。まだいろいろとわからないことも多いけど、分かったことも多いから少し安心したのかもしれない。ふーん、そうなんだ。ひなこさん、みんなは？もうみんな外でいろいろやってるよ。そっか、もうこんな時間なんだ。そうそう、もうそんな時間。するよ。腹が減った時はこれが一番さ。今ちょっと手が離せなくってね。まあこれで勘弁してくれ。そんな、置いてもらうだけでもありがたいのに。
その上ご飯まで出してもらって。おっと、その先は言いっこなし。毎回そんなんじゃやりにくくってしょうがねえよ。でも、体は正直だね。うわ、恥ずかしい。ほらほら、伸びないうちに早く食った食った。姉貴もね。あ、うん。ジョー君、これ海鮮塩と醤油豚骨だって。どっちがいい？どっち？どっち？そうだな、どっちも美味しそうだし決められないな。どうしようかな、シーナも決められないの。優柔不断な男はモテないんだぞ。そんなこと言わないでよ。じゃあね、じゃあね、シーナどっちも食べたいから半分こしようか。いいけど。どうやって分けよう。じゃあシーナが先に海鮮塩を食べるから、半分ぐらい食べたら交換しようね。それって。お熱いね。ごちそうさま。何言ってるんですか、もう。ひなこさん食べてないじゃないですか。何言ってんだい。こっちはだいぶ前に朝飯済ませて仕事に精を出しておりましたですよ。あ、そうか。いただきます。おー、これやっぱりおいしいね。え、何？ご飯を早く食べようよ。そうだね。おつゆも最高。そうか、ジョー君右手が。大丈夫だよ、箸ぐらい左手で使える。無理そうだな。フォーク出してやるよ。すみません。はいはい、お粗末様。余った汁はシンクの脇の三角コーナーに捨てて水流しといて。カップはざっと洗ったらそこに逆さに立てといて。はい。
それ、ひなこさんの仕事なんですよね。車の修理？調整？そうさ。チームはもう卒業したから、働かざる者食うべからずってやつでね。あの、僕にできることがあれば手伝います。なんか居候してるだけってのは気が引けるし。ああ、そんなこと気にすんな。あんたは姉貴の客分なんだし。客分って？まあ深く考えるなって。こういう機械とかシーナよくわかんないな。え？だって姉貴あんだけ単車見事に転がしてたのに。って、あ、え？何が？何のこと？その車って高級車なんですか？ああ、無理やりすぎたかな。高級車っていうのとはちょっと違うかな。まあ、安い車じゃないけどね。高いけど高級車じゃない？高級車っていうと、ほらリムジンとかラグジュアリーカーとか、黒塗りで頑丈で黒服に守られた VIP 御用達って感じになるだろ。はあ。これはそうじゃなくて、スピードを楽しむことを目的としたスポーツカー、まあスーパーカーって言った方が分かりやすいかな。なるほど。へえ、これそんな車なんだ。こういう車は精密機械だから、ちょっとしたことで機嫌を損ねたりするし、逆に少し手を入れてやるだけで格段に性能が違ってくるんだぜ。そうなんだ。じゃあこの車は？これはイタリアのレーサーが立ち上げたメーカーの代表車なんだけど、この優美なラインの内側にアメリカのごついエンジンが積んである。まるで、まるで綺麗だけどたけだけしいあたいみたい。え？あ、ははは、そうですね。って、そこなんでやねんって突っ込むとこだろうが。そんなこと言われても。とはいえ年代物だからね。どこもかしこも年季が入ってる。しかも部品はとっくの昔に生産停止。え？それじゃあどうにもならないんじゃ。それをあたいが何とかしちゃうから修理の依頼が来るってわけさ。やっぱりひなこさんってすごかったんだ。まあ自分の手に負えなかったら最終的にはヤスの力を借りるけどね。ああ、なるほど。なんだかつまんない。ごめんね、シーナ。つまんない。え？姉貴怒っちまったかい？つまんない！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 つまんないたらつまんない！車とか大人の話ばっかで退屈だよ！
大人の話って、そんなに大人の話だったか。それよりもなんかして遊ぼうよ。鬼ごっこ、かくれんぼ、影踏み。あ、姉貴、まさか君はあの時の自販機の子。自販機？おい、ジョー、これってもしかして。うん、自動販売機でいっぱいジュース買ったの覚えてるでしょ。いたずらした人でしょ。いたずらって、おいジョー。いや、ひなこさん、そういう意味じゃなくって、他人の財布で際限なくジュースを買うから怒っただけですって。ああ、納得。お前にそんな度胸あるわけねえもんな。そうですよ。って、どんな度胸なんですか。ほらほら、ノリツッコミできるようになったじゃないか。ひなこさん、そんなこと言ってる場合じゃ。意地悪する人嫌い。してないだろ。あれは意地悪じゃなくって。だからジョー兄ちゃん嫌い。うばっかじゃ。お腹すいた。ゆうた、お腹がすいたの。ゆうたんってやっぱ新キャラ登場だったのか。ひなちゃんも意地悪するの。ひなちゃん、んな風に呼ばれたの小学校以来だぞ。おい、納期が早いとこ車直して依頼人のとこに持ってかないと。あ、待って、ひなこさん、僕に全部押し付けて逃げないで。ああ、忙しい。あたいは今すんげえ勤労意欲に駆られてたりするんだな。待って、一人にしないで。もうしょうがないから、意地悪なジョー兄ちゃんでいいよ。え、何が。ゆうたん、お腹すいたの。なんか食べさせてよ。いい